天皇杯、皇后杯2024年全日本卓球選手権大会、一般、ジュニアの部、日程、2024年1月22、28日場所、東京体育館、東京、27日、2024年全日本卓球選手権大会は6日目を迎え、男子ダブルス準決勝が行われた。男子ダブルス準決勝では、小林宏夢、伊藤礼弘日本大 ペアと及川水木、木下グループ、松島菊、木下アカデミー、ペアが対戦。フルゲームまでもつれる激戦となるも、最後は小林、伊藤ペアが勝ち切って、初の決勝進出を果たした。前回大会準優勝の及川、松島ペアは、悔しい準決勝敗退となった。張本智和、智和企画、森園正隆、ボブソン、 ペアは大島優香菜、田添健太、木下グループ、ペアと対戦。試合は張本、森園ペアがストレート勝利を収め、2年連続の決勝進出を決めた。男子ダブルス準決勝結果、写真、大島優香菜、田添健太、木下グループ、撮影、ラリーズ編集部。ゼロ、張本智和、智和企画、森園正隆、ボブソン、3、 ゼロ大島優香な、田添健太、木下グループ。十一十一分の三マイナス十一分の七マイナス四ゼロ小林広む、伊藤麗広、日本大、三においかわ木下グループ、松島菊、木下アカデミー。十三から五分の十一マイナス四分の十一マイナス十一分の十一マイナス十一分の七マイナス七 男子ダブルス決勝組み合わせ、張本智和、智和企画、森園正隆、ボブソン、小林博夢、伊藤麗博、日本代。